亀田の柿の種はおやつ？それともおつまみ？おやつ！主食！まあ米は米か。おやつ？おつまみ？それとも何なの？何でもいいわよ。日本の総人口が1億人を突破した1966年、亀田の柿の種は生まれました。半世紀以上にわたり愛され続けているロングセラーにある疑問が浮上。それはおやつ、おつまみ、それとも違う何かなのか。亀田製菓の社員に聞いてみると、仕事職場に、はい、お伺いしてもいいですか。はい、大丈夫です。一番売りたい、売れる商品でございますね。聞いているのはそういうことではありません。マツコデラックスさん。ちなみにこの方は、おつまみとおやつ以外何だっていうのよ。おっしゃる通り。しかし念のため街で聞いてみることに。おやつ、おやつ。私はお酒飲むんで、おつまみ。おやつです。私はお酒飲まないからおやつです。そうですね、おやつですね。おつまみに食べようと思って買うのを食べられちゃいます。カレー食べるのはどこが好きですか。カリカリしてるところ、うん、辛いところ。辛いところ。飲み会大好きという大学生は、だいたい柿になったらあるんじゃないですか。確かに飲み会だったらありますね、うん、あります、あります。全員がおつまみかと思ったら、主食です。プロテインと併用みたいな。効果のほどは別の機会に伺います。こちらのお父さんは、寝る前に完食ってどういうことでしょう。ご飯終わって寝る前に重たいもんじゃ太るかなと思う時に開けて、うん、バリバリでそのままお休みみたいな。野球観戦は冷えたビールと亀田の柿の種という彼女。これだったら全部食べちゃう時もあるし、一試合で、一試合で気づいたらないみたいな。亀田の柿の種への要望を聞いてみると、カップでも食べやすいかもしれない。ピリピリってやってビール飲んで、柿の種、ビール飲んで柿の種。ということで聞いてみました。食べてみたい亀田の柿の種って何ですか。チーズ。柿の種にチーズは合うかもしれない。チーズは合うかもしれない。ピーナッツじゃなくて違うナッツを入れてほしい。くるみとかアーモンドとか。食べるのはもっぱら完食という彼女たち。要望は、大きくしてくれるといい。あ、いいね。確かにこれザーって食べるときあるもんね。めんどくせえって。女子的には OK。 誰も見てなければ OK。 もうちょっと辛くしてもいいのかなっていうのはありますね。そうですね、塩味があるとか、カレー味があったらあってもいいかもわかんないですよ。日本人ってカレー好きですもん。もうちょっと甘くてもいいかな。バター醤油とか作っていただければありがたいです。美味しそうじゃないですか。美味しそう。柿の種だけど、なんかこういう調味料としてなんか商品化されてたら気になって買っちゃいますよね。調査結果はご覧の通り。それともは少数ながら興味深い意見が。それを教えてくれたのはこの人、山口岳さん。協会が認定する登山ガイドです。登山する人にとって柿の種は行動食ですね。ずっと登りながら食べる行動食。亀田の柿の種はボトルに入れて携行します。だが、なぜ亀田の柿の種なのか。糖質と脂質が結構バランスよく取れるっていうのがいいところで、歩きながら食べれちゃう手軽さとか非常に重宝している理由です。しけったりしないんですか。やっぱ雨の日とかは結構しけりますけど、乾いてると結構喉乾くじゃないですか。だからしけってって割とちょうどいいなみたいな。一日の終わり、仲間と語り合う時間にも。夜テントの中でお酒飲むときにおつまみに変わるみたいな。万能ですね。割と万能ですね。はい。
さらにコストパーカロリーでいうと、あの柿の種がコスパ最強、コストパーカロリー最強です。それはおやつであり、おつまみ、そしてエネルギーとなります。今回意外だったのは若い女性たちの反応。カナダの柿の種って召し上がりますか？微妙。微妙。なぜ食べないんですか？食べようと思わない。自分で買うものっていうイメージがないですね。そんな食べない。年に1回とか。いや、あんまり食べない。あんまり食べない。ではどうしたら食べてもらえるんでしょう。もうちょっとおしゃれだったらいいか。ちょっと可愛くしてほしい。なんか一人暮らしで手に取りにくさはあるかもしれない。おじさんのおつまみみたいな見た目から。かと思えば、おせんべいに可愛さは求めてない。柿の種に求めてるのは何ですか？味？あなたにとって亀田の柿の種とは？亀田の柿の種はおやつ？それともおつまみ？おやつ！主食！まあ米は米か。おやつ？おつまみ？それとも何なの？何でもいいわよ。